はい、では3番に行きましょう。3番ちょっとね、ややこしいんですよね。ややこしいんですよね。まず、A の N 乗根を、まあ、またいつものように X と考えましょう。X とかいうふうに考えると、これはもちろん、この条件下でいけば、A イコール X の N 乗ですよね。っていう話になります。A イコール X の N 乗。これ逆にしただけですよね。で、そうすると、この A イコール X の N 乗をここにぶち込みます。そうすると、A の、まあ、M 乗の A にこれが入るので、X の N 乗を M 乗したものが N 乗根になります。気持ち悪いですね。気持ち悪いですね。大丈夫ですか？いいですか？まず最初に A の N 乗根を X と置いて、じゃあそれだったら A っていうのは X の N 乗になりますよね。A イコール X の N 乗と置いたものをまんま A にぶち込むだけです。そうすると X の N 乗の M 乗が N 乗根の中に入ってきます。そうするとここ指数法則使いますね。指数法則使えるので X の MN 乗の N 乗根になります。で、これ、ここからね、これどうなるかというと、ちょっと、これわかりますかね。はい。ここね、入れ替わったんですよ。ここが入れ替わったんですよ。わかりますか？X の N 乗を M 乗したら XMN 乗になるんだけれど、それは逆に言えば X の M 乗を N 乗するのと一緒ですよね。これも指数法則が頭で、意味的に理解されているかどうかです。要は X が N 回掛け合わされたものが M セットあります。ということはそれは区切りの線だけ入れ替えれば X のM 回かけたセットが N セットありますっていうのと一緒の意味ですよね。個数は変わらないですよね。こことここの指数を掛け合わせるだけなんで。とすると今どうなってるかというと、中身の N 乗、これの形になってますよ。 A の N 乗の N 乗根です。これどういうことですか？これって A ですよね。 A をN 乗したものを N 乗根、 A の N 乗したものの N 乗根ということは結局 A そのものですよね。つまりこれそのまんま中身出ますよね。あ、これごめんね、カットね。これ外出ますよね。 X の M 乗ですよね。 X の M 乗です。ってことは X って何だったかっていうと、これだったんですよ。これだったんですよね。そしたら、戻りますよね。いいでしょうか。書いちゃいますね。A の N 乗根の M 乗になるんですよね。そうすると、こいつと、こいつはイコールになりました。ちょっと長かったのでもう一回さらっていくと、A の N 乗根を X と置きました。ならば A というものは X の N 乗で表現できるはずです。で、この式を、そのまま右辺に代入します。そうすると右辺 A の M 乗の N 乗根の A にそのまま X の N 乗が入ります。そうすると中身指数法則を使って XMN 乗の N 乗根になります。でも MN 乗ということは、個数的に言えば N 個の X の M セットと M 個の X の N セットの個数は一緒ですよね。 M×N で表現される以上一緒です。つまり入れ替えた時もイコールなんで崩れません。そしてなおかつこの中ね、N 乗の N 乗根なので、どういう意味かというと A を N 回掛け合わせた数字の N 乗根とは A そのものですって意味なので、じゃあ中身まんま出ますよね。でも X 何だったか、 X は、これでしたね。 A の N 乗根だったのでまたそのまんま入れてみました。
そうしたら左辺になりました。はい、この丸三番ちょっとねなかなか難しかったりもするので、まあ、これもしっかり復習してみましょうか。じゃあ次に丸四に行きましょう。